サッカーボスニア・ヘルツェゴビナ代表は、ボスニア・ヘルツェゴビナサッカー協会によって編成される、ボスニア・ヘルツェゴビナのサッカーのナショナルチームである。愛称はズマ・イエビ、または1998年までの国章に描かれた、フルール・ドリースから、ズラトニー・リジャニ。ボスニア・ヘルツェゴビナは1992年に、ユーゴスラビアからの独立を宣言したが、1995年まで、 続いたボスニア・ヘルツェゴビナ紛争の影響により、旧ユーゴスラビア構成諸国家の中で最も国際舞台への復帰が遅れた。ボスニア・ヘルツェゴビナサッカー協会は1996年に国際サッカー連盟、欧州サッカー連盟に加盟。ワールドカップへの参加は1998年、フランス大会予選から UEFA ユーロへの参加は2000年の ベルギー・オーランダ大会予選からとなった。当初、ボスニア・ヘルツェゴビナ協会は、ボシニ人のみで構成されていたが、1998年にクロアチア人が、2001年にはセルビア人が合流し、三民族によるナショナルチームとなった。ただし、クロアチア人やスルプスカ共和国のセルビア人の中には、クロアチアやセルビアに対しての貴族意識を持つ者もおり、 ボスニア・ヘルツェゴビナ出身ながら、クロアチア代表やセルビア代表に加わる者も,もいる。この3民族のそれぞれの代表者が、連盟会長職についていたことを、国際サッカー連盟と欧州サッカー連盟が、問題視し、2011年3月31日までに、解決しない場合は、資格停止処分を科すと警告していたが、結局、3月29日の協会の総会では、 解決しなかったため、FIFA と UEFA は4月1日をもって、資格停止処分を課した。その後、ボスニア・ヘルツェゴビナ出身で、ユーゴスラビア代表及び日本代表元監督の、イビチャオシムを正常会委員会の座長に据えた、協会側が会長職を一人とした制度改革を発表したため、制裁は5月30日に解除された。二千十三年十月十五日、 ヨーロッパ予選を突破し、初のワールドカップ本大会出場を決めた。2014年6月の本大会では、第1戦のアルゼンチン戦、続く第2戦のナイジェリア戦ともに敗れ一試合を残し、グループリーグ敗退が決定した。それでも、第3戦のイラン戦で、ワールドカップ初勝利を挙げた。ワールドカップの2018年ロシア大会は、欧州予選で敗退となった。 UEFA ユーロは2020年大会まで本大会出場の経験はない。スタジアムは主にサラエボのオリンピースキスタディオンアシムフェルハトビッチ、ハセ、ゼニツァノビリのポリエが使用される。サラエボオリンピックの開会式会場としても使用されたスタディオンアシムフェルハトビッチハセは1967年に引退した FK サラエボの選手で1964年の ユーゴスラビア一部リーグ特典王にもなったアシム、フェルハトビッチの功績を称え彼の名を冠している。収容人数は37,500万人で、旧賞であるコシェボの名も通称として使用される。エミルスパーヒッチ・ミズイロは現役代表選手、エディンジェコ。ありがとうございます。